ということで第1部はアピッシュの小磯さんにお話をお伺いしたいと思います。小磯さんよろしくお願いします。はい、アピッシュの小磯です。よろしくお願いします。よろしければ、入社からのプロフィールを簡単にご説明お願いします。はい、私は2004年の4月にアピッシュに入社して、今丸19年になります。で今6歳と2歳の子供がいて、2回の産休を経て、去年の4月に、2回目の育休を明けて復帰させていただいてて、去年1年間で、もともとやりたい、まずは妊娠が分かった時、今の職場で、出産を経てまた復職するっていうイメージは湧きましたか？私の場合はなんかもう本当に私が妊娠した時点で結構こういろんな働き方をされてる先輩方がママがいたので、復帰後に、お客さんを失脚、いわゆるサービス業でいうお客さんを失っちゃう、失脚することへの心配は、どうだったでしょうか？正直私の場合は一人目の時は復帰して土曜日は出てたので、育休って最大取ると1年、子供が保育園とかが見つからなかったらもう少し延長もあるんですけど、結構1年取る方って一般企業とかだと多いんですけど、1年前後育休を取ったとした場合、技術的な部分の不安ってありませんでしたか？私は2人目の時は1人目の時は結構早かったんですけど、復帰が2人目の時は子供が3月生まれのこともあって1年ちょっといただいて育休を、すぐ入客っていうよりちょっともしかしたら暇な時が出てきちゃったりとか、あとアシスタントの子が結構いるサロンとかだと、そんなにがっつり仕事に入ることがない時間もできちゃうのかなって思うんですけど、そういう時どうしたらとかありますか？その空いてる時間があるっていうのをちょっとうまく利用したいなと思って、私も育休中からちょっと考えてたんですけど、やっぱり若手のスタイリストの子とか辞めるっていう選択よりはその今のサロンでできる風な、働き方をさせ、できればいいんじゃないかなとは思います。はい、では続いてママ美容師活躍のために、雇用主、サロン側、先輩側ができることっていうのを、聞いてみたいと思います。で、この回ではアピッシュの取締役でもあり創業メンバーでもある樋口さんにお話をしていただきます。樋口さんよろしくお願いします。お願いします。よろしければ入社からの、創業メンバーなので入社っていうのもあれですけれども、プロフィールをお伺いできますでしょうか？私はですね、アピッシュに入る前に、大体4年ぐらい他のサロンで働いていて、でそこでアピッシュを作った坂巻と一緒に働いてまして、それからアピッシュ のオープニングメンバーとして参加しました。ママ美容師になるっていう当時の中で何か大きかった影響とか、その周りの反響みたいなのってありましたか？創業メンバーでスタートした時に、スタートしてアピッシュとして走り出してからママに第1号としてなった時って、会社の反応とかってどうでした？会社の反応的にはもともと結婚もしていたので、結婚した当初から、いつかは子供を産みたいっていうのは会社の方に日頃から伝えてはいたんですけど、やっぱり多分社長の中ではあれもしかしたら産まないのかなっていう多分気持ちの方が上回っていて、で最初ちょっとびっくりしていて、うーんっていう感じだったんですけど、その夜にメールをいただきまして、で会社として応援していくよっていう形で、結構長い文章をいただいたんですけど、その後にママ美容師っていう言葉もなかったですけど、女性美容師さんが出産して続けていくっていう環境がおそらくなかったんですよね。ただやっぱり私は両立していきたかったですし、会社も個々に合わせた働き方を会社として推奨してあげるっていうのが一番長く続けてもらえることかなと思います。そうですね、うちの会社今ちょうど10店舗あるんですけれども、比較的会社ってすごく硬いイメージがあって、今小さい会社へとかフリーランスへとかっていうイメージが
の方がこうフットワーク軽く働けるんじゃないかっていう思われがちなんですけれども、まあ、そっちはそっちの良さがあるし、ただうちは意外と会社としては組織としては多分ちゃんとしてるんですけど、その辺のフットワークは軽くてやっぱりその柔軟に何かアピッシュとしてこんなサポートしていますみたいなのってありますか？アピッシュとしてサポートしていることといえば、まあ、その比較的その時間とかも柔軟ですし、その今って保育料が、はい、では続いて、アピッシュの愛さんにお話をしていただきます。愛さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしければ入社からのプロフィールをお願いします。はい、2019年にもともと子供が一人いた状態でアピッシュにレセプションとして入社しています。で、2020年ですねに、2人目の育休に入らせていただいて、その1年半後ですね、そこで、アシスタントとして、その時はパートで復帰させていただいて、1年後の今年2023年からフルタイムで社員として働かせていただいてます。よろしくお願いいたします。私は今アシスタントという立場なので、でも働ける勤務時間が短くて夜まで入れないっていうことが多いんですけど、ママ美容師として復帰をした状態だと思うんですけど、その子供が小さいうちって、はい、美容師さんによってもできるだけもう家庭のことだけやりたいっていう人もいるかと思うんですけど、その辺ってどうでしょう？そうですね、結構そこは難しい、家庭家庭でやっぱり正解が違うと思うんですけど、うちの場合ですと本当に普段周りのスタッフのフォローがあってこその本当に働けてると思うので感謝してます。はい、まあ、いろいろ家族がいたり子供がいたりなんか縛られることが多くなると、何かに挑戦することって怖いし大変だと思うんですけど、でも一歩踏み出してみると意外と新しい道が見えてきたりとか、抱っこしてれば寝てくれるっていう時は何回かやっぱりしょってカットとかお客さんしたことはあります。お客さんもなんか慣れてるっていうか、ママとかの人も多かったりとかしたんで帰らせていただくことが多いんですけど、やっぱお店が忙しかったりする時とかは、他店からなんていうんですか、ヘルプのアシスタントのヘルプの方を呼んでくださったりとか、まあ、本当にパパがリモートとかできれば、でも今私も小学校の時はまだなんですよ、リモートっていう時代じゃなかったから、今だったらまだうまくそれができるけど、本当に靴箱まで送りに行って、もう6年生にお願いしますって預けて帰ってきて、毎日泣きながらさ、泣いてるんだけど預けに行って、預けに行くっていうか連れて行って、そうそう、まさかそんなになると思って。どうにかして日帰りで帰ってきてますもんね。どうにかね、沖縄もね、泊まりたかったあったよね。そう、夏休みが一番大変だからもうとにかく9月を目指して頑張るしかないかな。で、そう今のうちに